こんばんは、はらぺこです。12月4日の夜なんですけども、今ですね、遠目のプライオキにね、餌を入れてね、こっそりね、水槽の中に入れておきました。一番最初に気づくのは誰ですかね。俺、この子がちょっとワニオさんかな。ポジション的には有利かな。見えそうで見えましたよ。でね、この上の子がね、ずっと腹ペコの動きを監視しとるんですよ。なんか持ってきたな。あ、ちょっと待った。喋り出したら豆太郎がいきなり反応した。あんたさっき寝とってん。あれ、豆太郎じゃないやん、これ。豆太郎こっちか。あ、そら豆か、あんた。地獄耳だな。聞いとったのか。企画の趣旨話しとるときに気づかれちゃった。あ、大人ガエルたちは寝とる。あんたよう気づいたね。腹ペコはこれ照明帯で喋り出したでなんか思ったのかな。もうちょっとね、集まってから蓋を開けたいと思いますね。皆さん、あれからね、3分ぐらい経ってね、豆太郎もね、気づきました。チラッとね、餌の方を見て、おー、来た、そら豆とバトル。今夜のね、12時前なんですけどね、ちょっと集まりが悪いですね。今日はまだこの2匹。やっぱ豆太郎が一番積極的に動くな。ぷくぷくしてな。もうそら豆より大きいな、これ多分な。育ったな、この子は。捕まえた時な、あの1円玉よりちっちゃかったんですよ。爪ぐらいでしたからね、腹ペコの。そら豆、ごめんな、あんたが一番に来たけどな。もうちょっとみんな集まらん、ちょっとな、まだ食えん子がおるとかんだよね。おお、豆太郎が、お、ちょっと目つき変わってきたな。さあ、子供ガエルたちが続々とね、この子も急に動き始めましてね。今見てたらこの子多分トサカじゃないかな。子供ガエルの、今年捕まえたね、3匹の子供ガエルがいてね、まあ見た目も大きいんですけどね、同じ水槽で暮らしてた仲のいい3匹でね、この2匹子供ガエルなんですよ。おお、こっちに視線送りながらパクパクやっとる豆太郎。賢いな、あんたはな。開けてくれってこと言いたいやろ。賢いな、開けたくなるな、これな。豆太郎びいきしちゃうな、これまた。豆太郎がこっち視線送りながらパクパクやっとる。おお、開けてほしい。開けようか。もう大人がいる、寝とるもんな。豆太郎、分かった。豆太郎、分かった。ちょっと待ってくださいね、皆さん。お、来た、この子。多分ね、トサカだと思うんですけどね、この頭のね、色が変わった。子ガエルがやっぱ反応いいな。よし、子ガエルたちにまず先にあげようじゃ、今日は。さあ、皆さん、豆太郎にね、負けましたのでね。豆ちゃん、おい、腹減った。おお、なんか、ぶら下がっとる子おるけど、これ誰？そら豆か。よし、食べるか、あんたら。皆さん、じゃあね、子ガエルたちにね、優先的にあげてきますのでね、ちょっと。この辺見ててください。この辺にコオロギ落とすんでね。ちょっとズームしとこうかな。豆太郎ちゃん。おい、来た。豆太郎。お、ワニオも気づいた。お、ワニオが食った。すげえ。やっぱ大人ガエルは違う。気づいて即秒で子ガエル2匹はもう狙いすまして退避しとったの。すごいな、ワニオ。大人ガエルの意地見せたな。ワニオこないだ全然食えんくてゲコゲコ言っとったよな。この子、この子とソラマミがゲコゲコ言っとったの、こないだ。豆太郎もな、まあしゃあないよ豆太郎。ワニオはね、
自然界でおった子なの。よし、舐めたろ。おい、皆さんこのコオロギの大きさ見てください。めちゃくちゃでかくなったと思いませんか。連日餌をね、あげまくってるんですよ。温度管理もしまくってね、あの揚げ、違う、温度管理をしまくって餌も揚げ続けた結果、買った時には7ミリサイズだったのがね、もう1センチぐらいになったんじゃないかな。これがいずれね、あの親玉コオロギみたいになるわけですよね。3つか4つぐらい前のね、動画でね、あの、おー落ちたトサカや。お、ワニオが降りてきたぞ。ワニオ、お、水の上浮いたこの子。アメンボみたいに浮きましたよ。あー隙間入った。マメ太郎がこっち見とる。お、ネズミさんも来たぞ。おー、ネズミやったか。ちょっとちょっとちょっと、皆さんこれちょっと盛り上がってきましたね。今日はですね、あの水槽の掃除をね、手早く終わらしたんでね、水槽から出してないですこの子たちを。だから体力がね、もう 100% の状態です。いつもはね、運動後にやってるんで、運動でも結構ねくたびれちゃうんですよこの子ら。今日は運動もしないんでね、いきなりの餌。うわうわうわ、ちょっと待って、コオロギが上登ってった。あー、世界一カワヤマガエルがバタバタ。お、ちょっと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 、マメ太郎、マメ太郎、マメ太郎が食った瞬間抑えれんかったけど、すごい壁にくっついて忍者みたいに。お、トサカやん。トサカやっぱ強なったな。マメ太郎とか空豆にタックルするようになったもんな。成長したな、あんたな。お、ネズミ男も降臨。よし、じゃあ皆さん、メンツ揃ったのでね、太郎だけが今日出てこんな。世界一かわいいアマガイを上から眺めてる。あんたにはな、ちょっと特殊なやり方してみようかな。カップで食う、あんた。おい、世界一かやまがるカップで食うか。食える？おお、背中にた。足で蹴った。あんたの後ろ盛るで、皆さん。あんたが足で蹴って後ろ盛るよ。おお、あっさり逃がしちゃう。あっさり逃がした。何しと？この子何しとん、この子何しとん。かわいいな、壁にへばりついて。あんたはワニオさんか。ワニオさんも食ったで楽勝だわな。さあ、今こんな感じですね。